はい、それでは、鋼の錬金術師、赤毛エリクシルの悪魔、続きやっていきたいと思います。第3章、高手の回をクリアしたところから、ですので、次の章に進んでいきます。第4章、故郷リゼンブール。あ、早いね。もう戻ってきてないね。スカーに、オートメイルとアルを壊されて、少佐の護衛のもと、リゼンブールに帰ってきたというところですね。やっと着いたね。少佐、ここが僕たちのふるさと、リゼンブールです。空気がうまい。静かでいいところだな。やっぱ護衛なんていらなかったよな。早く腕を直して少佐とおさらばしたいもんだ。何を言う、エドワード・エロリック。他人の手を借りること、それは決して恥ではないぞ。自分の要素を謙虚に認め、時には素直に他人の助力を得る。それもまたそのものの強さなのだ。分かった分かった。ところで、我が輩はオートメールの整備士とやらを見るのは初めてだ。ここからその家までは遠いのか？向こうに家が見えるだろう。あれがそうだよ。昔からの馴染みで安くしてくれるし、いい仕事するよ。じゃ、行こうぜ。よく来たね。元気そうじゃないか。よう、ピラコばっちゃん。また頼むよ。ばっちゃん、久しぶり。お初にお目にかかります。我が輩、アレックス・ルイ・アームストロングと申します。ピナコ・ロックベルだよ。よろしく。しかし、しばらく見ないうちにエドは小さくなったね。なあ、誰が小さいって、このミニマムババア。言ったね、エドチビ、マイクロチビ、豆粒ババア、ミジンコババア。こら、エド。おお、ウィンリー。ゴフって。昔の声やね。メンテナンスに来るときは先に電話の一つでも入れるように言ってあるでしょ。てめえ、ウィンリー殺す気か。ただいま、ウィンリー。ああ、アクセサリー、猛女のスパナーを手に入れた。またちょっとまた確認してみましょうか。その腕。ああ、悪い。粉々のバラバラにぶっ壊れた。大至急修理してくれ。私が丹精込めて作った最高級オートメールをどんな使い方したら壊れるっていうのよ。あるはあるで壊れちゃってるし、あんたたち一体どんな生活してんのよ。いやで削り出し、
組み立て、微調整、仕上げと。他にもいろいろとやらなきゃならないし、はあ、完璧徹夜だわ。悪いな、無理って。一週間くらいかかるかな。3日で十分よ。やってやろうじゃないのさ。その代わり特急料金をごっぽり払ってもらうからね。それでも3日が。たまには暇もいいじゃない。ゆっくりしようよ。暇なのは性に合わねえんだよ。そうだ、時間があるのなら母さんの墓参りに行っといでよ。少佐に担いで行ってもらうのも悪いし。検索にもこんな感じありましたね。ほら、暇なうちにさ。なんか昔の方のアニメだと墓参りか、確かこの時ぐらいにウィンリーが江戸の銀時計を開けたような気がします。調査、あの子らは毎日平穏無事に過ごしているだろうか。なんせこんな田舎だ。都会の情報はあまり入ってこないし、あの子らも手紙の一つもよこさない。だから心配でね。鋼の錬金術師といえばセントラルでも名が通っておりましてな。もっともそれゆえトラブルにも巻き込まれるようですが、大丈夫ですよ。あの兄弟は強い。強いかい？そうだね。4年前自分の腕と引き換えに弟の魂を錬成した時も、軍の犬となることを決めた時も、大人でさえ悲鳴を上げるオートメールの手術に耐えた時も、あんな小さな体のどこにあれほどの強さがあるのかと思ったよ。そしてそこまで強いからこそ、何かの拍子にくじけてしまった時、立ち直れるだろうかと心配になる。そのための家族がここにあるではないですか。家族かい？ああ、そうだったね。あの二人が生まれてきた時からずっと成長を見てきたんだからね。帰るか。みんなが待ってる。いいかい？行くよ。おお、腕が治った。毎度この神経つなぐ瞬間が嫌でよ。泣き言を言わないの。はい、動かしてみて。どう？ああ、いい感じ。あんたのことだから、どうせ手入れをサボると思って今回はクロームの比率を高くして錆びにくくしてみたんだけど。アル、お待たせ。って聞きなさいよ、あんたは。腕、綺麗に治ったね、兄さん。さすがばっちゃんとウィンリーだよね。まあな。よし、それじゃあ次はアルの番だ。行くぜ。
ありがとう、兄さん。おう、んじゃ、早速やるか。ん？何をするつもりなのだ？手足の作動確認も兼ねて、組手をやるんだよ。それに、ここしばらく体を動かしてなかったから、勘を取り戻さないとね。うん、ならば、我が輩も協力しよう。我が輩も協力しよう。これ原作ではないところですね。え？なんと今作はここで少佐と戦うことになります。よさあかかってくるがよい。うん、どうした。このもならこちらから行くぞ。我がアームストロング家に代々伝わりし芸術的肉弾戦闘修練術、その一つ。これだ。調査も絶好調ですね。VS アームストロング組手、錬金術の使用は禁止です。それで2つだけの攻撃で戦わなければなりません。で、はっきり言うと勝てません。勝てませんが、なんて言うんですかね、まあ、パーの時みたいに、これぞアームストロング手に伝わりし必殺技、マッスルダンス、肉体乱舞、混乱が、混乱中はスタートボタンも開けないので、ちょっと回復しに、ね、ちょっと戦ってみます。おい、マジか、飛んだか、あれ。痛い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 、これ絶対勝てんしよう。カウンターとか取りたいんですけど、まあ勝つあれもないので、勝つ気もないので、おお、50であのゲージの減りよってことは多分2,300あるでしょうね。で、錬金術なしなのでかなり強いですね。まあ勝っても負けてもストーリーは進みますし、ストーリーに何なら関係はないので、あまり深追いせずということで終わりにしたいと思います。さあどうした、まさかもう終わりだというわけではあるまいな。どんな、殺される。うん、もしや、なんということだ、エドワード・エロリック。2対1の戦いということで、不利な我が輩に遠慮し、わざと手を抜いたのだの。精一杯だったってば。その優しき心を我が輩への愛。もう少佐も絶好調ですね。嬉しい、嬉しいぞ、エドワード・エドリック。だが遠慮は無用、やはりここは互いの肉体をぶつけ合い全力で語り合おうではないか。に、逃げるぞ、あらへ。遠い、早い。兄さん、頑張って。頑張ってって。なん
と心優しき弟を思ったものだ。これで今度は一人の男同士心置きなく戦えようぞ。これどっかのボタンを押したら、さあ次こそ全力で来るのだ、エドワード・エロリック。我が輩も容赦はせぬ。ウィンドウは消えたと思うんですけど、我がアームストロング家に代々伝わりし芸術的肉弾戦闘修練術、その二つ。うぎゃー、ホン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 って言ってましたね。ばっちゃん、俺たち明日の朝一にここを立つよ。ピナコ殿、ウィンリー殿、誠にお世話になりました。そうかい、またここも静かになるね。毎日ちゃんとオートメールの手入れすんのよ。すぐサボんだから、あんたは。へいへい。大変だって言ってな感じじゃない。ん？どうしたんだい、こんな時間に。怪物が出た。怪物。兄さん。おい、怪物ってどんなやつだ。気味の悪い真っ黒な怪物だ。裏山の洞窟のあたりに4匹も5匹も。怪物と俺の失踪事件の単なる噂ではなかったのか。ここからアガキエリクシルの俺たちちょっと行って洞窟のあたりを調べてくれ。ならば我が輩も同行しよう。いや、それより少佐はここに残って町の人たちのことを頼むよ。しかし、バッチャンとウィンリーをお願いします。いたしかたあるまいな。了承した。我が輩の全身全霊全筋肉をもってこの町を守ってみせよう。気をつけてね、エド。無茶すんじゃないよ。大丈夫、大したことじゃねえよ。すぐ戻ってくるからさ。ウィンリーはばっちゃんと待っててね。行ってきます。エド、ある。イゼンブール裏山。原作ではここから、セントラルに帰る途中にマルコーさんに会って第五研究所の話を聞いて、第五研究所じゃないわ、研究所のありかの話を聞いて、図書館の第一分館でしたっけ。そういや、そんな場所もあったな。あれが火事でなくなるという話になるんですが、赤きエリクシルでは赤きエリクシルの話がここから始まります。昔あそこでよく遊んだよね。探検ごっこしたりかくれんぼしたりさ。ウィンリーと3人で秘密基地も作ったっけ。昔って言ってもつい数年前のことなのにね。どうしてかな、ひどく懐かしい気がするよ。行こうぜ、アル。あの遊び場を怪物なんかに渡した覚えはねえだろ。で、このリゼンブールから、セントラルに戻る途中の中の汽車のトレインジャックが、前作の飛べない天使の話につながっていくという感じになります。
まあ、ある種のパラレルワールドですね。では、一旦セーブしてきます。